皆さんこんにちは。今日は Shine on you クレイジーダイヤモンドの話をしたいと思います。なんじゃそれっていう方で、まあ中には知ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。 Shine on you クレイジーダイヤモンドっていうのは、あのピンクフロイドっていう、ロックバンドの、まあ、楽曲ですよね、の名前なんですよね。で、私にですね、あの大学1回生の時に英語の授業でなんかいろんなロック歌手のその紹介をしながら、まあ、歌も聞いて、まあ、リスニングもするっていう授業を受けて、それでまあ初めて聞いたんですよね。で、まあその時に、まあ、Shine on you Crazy Diamond って、まあその題名はすごく印象に残ったんですよね。まあ Shine on、 なんとか on、 動詞に on をつけると何々し続けるっていう意味ですよね。で、 Shine on だから、まあ輝き続ける。で、 Shine on だから、あのこれ命令形ですよね。輝き続けてくれ、 You って呼びかけてるんですよね。で、その呼びかけているその You はクレイジーダイヤモンドだっていう。 Shine on you クレイジーダイヤモンド、日本語にはしにくいんですよね。無理やり日本語にするとお前よか、お前よ狂ったダイヤモンドよ、輝き続けておくれみたいな、なんかそんなこと誰も言わんよみたいな、あの話になるんですけど、まあ、 あの訳すとそういう意味ですよね。ただまあ、 あの中学生とかがよくあのする間違いで、オンをまあ何々し続けるって知らないと、オン何々何々の上にっていう感覚があるので、まあ社員オンを自分にその輝いてくれっていう意味かなっていう、なんか印象も残ってますよね。 Shine on me、 私の上に輝いてくれ、狂ったダイヤモンドよっていう意味ですよね。で、まあその、まあ、この題名はこういうので、まあ、 あの楽曲もあるんですけど、 You って誰かっていうと、なんかあのその時に読んだのでは、なんかバンドのメンバー一人、なんかすごい、まあ才能の人がいて、まあ、その人がまあ若くしてまあ死ぬかなんかしちゃって、まあ、その人に対する呼びかけだっていう、なんかそういうのを読んだ記憶があったんですよね。で、なんかあの最近そういえばあんな、そういえばああいう題名の歌あったなって思い出して、あのちょっとネットで検索するとね、まあ、今便利なんで、あの You が誰かっていうと、シドバレイ、シドバレバレットっていうのかな、シドバレイバレットかな、うん、シドっていう、まあ SYD シドバレバレイっていう、まあ男性ですね、若い男性で、まあ、別に死んだわけじゃなかったみたいですね。まあ精神の均衡を、まあ、失ったっていうか、まあ精神病みたいな状態になったっていうらしいですね。だから、まあピンクフロイドのその初期のに活動したけど、その後まあちょっと異常な状態になって、まあ、活動から外れたんだと思うんですよね。で、その後まあ精神を病んだのか、でなんか糖尿病にもなったのか、まあ、今も生きてるんだと思うんですけど、まあ、変わり果てた姿になってるらしいですね。で、まあ、学生時代その「Shine on you クレジダイヤモンド」を聞いた時に、まあ別にいいとは思わなかったんですよね。なんか歌詞がついてないのかもしれないですね。とにかくなんか重苦しいだけで、まあ、特になんか才能もあるとは感じなかったし、あんまり好きじゃなかったんですよね。ただそのなぜならそれはそのシドが抜けた後だからですよね。その素晴らしい才能が抜けた後だからなんじゃないかなと思うんですよね。で、そのまあ学生時代はそのシドっていうのがどんな歌使ってるかも知らなかったんで、聞いてみたらやっぱり違うなっていう、すごい歌だなって。 See Emily Play っていう歌はまあネットにあったんで聞いてみたんですけど、まあ確かにその常人じゃ見えない世界を見ている、また認識していて、その世界をその芸術に、まあ音楽という形にしてくれているっていう感じがしました。
他の人が作るその音楽とは違うなっていうのがありましたね。でこのシドのその、ウィキペディアに何か共感覚の持ち主だったっていうのが書いてあって、まあこれも本当かどうかわからないんですけど、共感覚っていうのはそのまあ、音に色がついてたり数字に色がついてたりするとか、まあその普通は見る視覚聴覚で、まあ味覚ですよね、触覚ですかね、だからまあバラバラですよね。見えたものが音に聞こえるとかないですし、音に聞こえたのが目に見えるとかないですし、まあ匂いがその聞こえるとかもないですよね。匂いが見えるとかあのそこにあるものがその聞こえるとか、まあなんかそういうのはないんだけど、そういうのが両方合わさった感覚っていうのがあるらしいんですよね。だから何か数字にその色を感じたり、まあ音に色が見えたりとからしいですね。本当不思議な世界で、まあ私なんかそういうのね全然あもう見えるのは見えるし音は音だしっていうのでね、混ざったことなんか一回もないんで不思議ですけど、まあ子供時代にはそういう感覚もあるらしいですけど、まあ大人になればねもうないし、ただそのシドっていう人はそういう、まあ、普通の人がない感覚で世界を見ていたのかもしれないなっていう、その世界っていうのはなんか子供の世界とすごく関連がある、その音楽の内容、まあ歌詞の内容もそうですけど音楽の内容からしてなんか子供の世界とつながってるような、まあ、気がしましたね。でまあそういうので、まあそのシドっていうのが糖尿病になったっていうのも、まあ、糖尿病って結構ストレスと関係があるんですよね。ということはまあ精神が病んだっていうのも、そのやっぱり人とが見えない世界をが見えてるっていうのはやっぱりすごく孤独なんですよね。で、あの言ったって分かってもらえないんで、だって共感覚で音が聞こえるなんて言われてもわけわからんですよね。あそうとか言ってでも分かりっこないんで、ただそれ見えちゃってるから、でただ誰にも話しても分かってもらえないしっていう感じで、すごくストレスが多かったんだと思うんですよね。だからまあ精神を病んで、でまあ糖尿病にもなったんじゃないかなと思います。まあそれで収入とかどうしてんのかなって非常に気になるんですけどね、まあもう音楽を作ったりはできないのかもしれないですよね。まあまあこういうなんていうか得意な才能ですよね、まあ天才という、まあ一流と呼ばれてる人たちですよね、がその本当に一流って呼ばれてる人たちが、その周りも一流って呼ばれてる人たちで、で自分自身も一流でいられるっていうのは本当になかなかありえないぐらい幸せなことなんだろうと思うんですよね。まあ大抵の場合は自分は一流で人には見えないものが見えるけど、周りはそういうのが見えないから、なんかかえってね、もうそういう見えてる人がまあバカとかね、頭がおかしい扱いとかされたりして、でそういうまあ周りのやっかみとかで、そのまあ三流以下の人たちにの相手をするので疲れ果ててしまって、まあ才能も潰されてしまうっていうのが、まあ社会の多いことなんじゃないかなと思いますね。まあその中でこのピンク・フロイドのシド・バレイっていう人は、その短い間だったけども、その音楽っていう形にして残してくれたっていうのがすごい、まあ、ありがたいことだなって思いますね。我々が普段見ることができない世界で、まあ、人間のに、まあ、この現実っていうのは、まあ、人間とそのまあ神様みたいな存在とのまあ共同政策みたいなものだと思うんですよね。両側からその想像クリエイトしていって、その中間点に現れるのが現実だと思うんですよね。で中にはその中間点より向こう側が見える人がいるんですよね。それがまあ幻覚とか言われると思うんですけど、そういう幻覚っていうのは多分共感覚っていうのとまあかなり近いんだと思うんですよね。似てるんだと思うんですよね。だからまあそういうところから見た人の、その幻覚っていうのを、その今の
この社会の言葉に直すとすごく変な言葉なんですけど、そのなぜかというと、その共感覚っていうもう言葉とかで表せるその世界の感覚とはまた別の混じってしまった感覚の世界だから、その今この世界社会の言葉に直すとすごく変な言葉になってしまうんだと思います。だからまあその向こう側の世界が見えてしまっている人のその才能の凄さとそのまあ節は合わせですよね。ただまあそういう人がいてくれるありがたみっていうのをすごく感じました。ということで今日はまあ、大学時代の思い出話をつらつらと話しましたね。まあ「シャイン・オン・ユー・クレイジー・ダイヤモンド」っていうね、まあ、あのシド・バレーさんがね、まあ、今も多分存命だと思うのでね、まあ、あのすごい方だなっていうのが、まあ、私の印象になります。では、ご視聴ありがとうございました。